やった仕事が決まったが、これからはブルームの極秘研究所の前に俺の駐車スペースができるんだ。何十億ドルもの予算とイカれた研究、いや普通の研究かもしれないが、それでも想像もつかないものが待ってるはずだ。山ほどある守秘義務関連の書類にサインしなきゃならないが、終わったら洗いざらい教えてやるよ。よし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 、聞いて驚くな。洗脳さ、嘘じゃない。だから連中は社会心理学者を雇ったんだ。ああそうさ、活かしたレーザーやら衛星なんて俺の知る限りでは見たこともない。それでもすごいだろ。 CTOS が情報収集をする対象は全員さ、俺たちはそれを好きにできる。アクソ、もう行かないと。また後でな。アクソってね、俺の仕事ってのはラッシュモア市長の再選だ。嘘じゃない。ブルームの利益のためにあの卑怯者を確実に当選させなきゃならない。誰もがラッシュモア号に乗り込むってわけだ。そう、あのバカのスピーチを聞いてみろ。皆さんもうんざりされていませんか。強引な政策と誇大広告に私たちは今岐路に立っています。経済的社会的に荒廃していくだけの道を進むか、私と共にしかも新しい時代を切り開いていくかです。みんなラッシュモアに投票したか。もしそうならすまないな。あれは俺がやったんだ。残念にならねえ。人口から当選に必要な票数は分かってた。あとは CTOS が市民への具体的なメッセージとそれを映し出す場所を決めてくれる。タブリミナル効果なんかじゃない。もっとあからさまだよ。実際俺だってあいつに投票した。もちろん上から命令されてな。ああそうとも、陰謀論が大好きな奴の夢の中にいる気分だ。正直こんなに最高な場所は他にない。本当にすげえ。俺の新しい仕事はラッシュモアの頭の中に入ることだ。そうさ、必要だった予算が手に入ったから次は新たな挑戦ってわけだ。誰が金を出してるのか知らないが、今度は市長自身に干渉する。短時からチームでアイデアを出し合う予定なんだがすごいことをいくつか思いついちまった。 CTOS を使って市長へメディア攻撃を仕掛けてやった。あいつが見るもの全てに浮気する妻とか嘘つきの見分け方とかそういう情報を流して疑心暗鬼になるよう仕向けたのさ。何が危険信号か信じ込ませた。うまくいったかってなあ。ベルウェザーは2ヶ月以内に離婚するだろうって予測した。実際はどのくらいだったと思う？20日だ。信じらんね。これを聞いてみろよ。実に傑作だ。女友達だけの夜遊びは楽しんでるか？おかげで結婚式のアルバムを焼き捨てる時間ができた。お前の持ち物はゴミと一緒にどうしておいてやった？大分の準備ができたら電話してくるんだな。信じらんねえだろ。俺たちがやったんだ。実は新しい任務を与えられた。俺のことは恋のキューピッドと呼んでくれ。 CTOS を使って我らがラッシュモアが女と肉体関係を持つか試したいらしい。これが案外単純じゃなくてな。つまり奴のために関係をでっち上げてやらなきゃいけない。だがうまくいきそうなんだ。聞いてみろよ。よくお会いしますな。言いにくいのだが、その君のことが頭から離れない。まるで運命のようだと思わないかな。いや、バカなことを言ってすまない。俺はなんてことをしちまった。まさか本当にうまくいくだなんて。くそ、くそ、ここまでやるなんて思ってなかった。こんなの聞いてねえ。シカゴサウスクラブと取引だと。